えりこです。今日はお知らせが2つあります。1つ目はグループレッスンのお知らせです。今月からグループレッスンが始まります。スケジュールや内容についてはウェブサイト、Facebook でお知らせしますので見てください。もう1つのお知らせはお休みのお知らせです。今週の日曜日から来週の水曜日までオンラインレッスンをお休みします。クアラルンプールに行ってきます。レッスンをしていませんが、メッセージ、E メール、宿題を見ることができますので、皆さん送ってください。それではまたレッスンでお会いしましょう。